はい、どうも皆さん、こんにちは。こんがりです。というわけでですね、本日も、はい、ドーンやっていこうと思います。よろしくお願いします。はい、ということでね、えー、本日なんですが、まあ、序盤のね、このゲームの進め方ということで、まあ、皆さんね、アプリを入れて、まあ、あの、キャラ作ってみたけど、結局何すればいいのってね、分かってない方が結構いると思うんですよ。はい、まあ、僕もね、えー、この、はい、ドーンまあ、初心者なんですが、 まあ僕なりにね、えー、結構自分で進めてきたので、まあ、皆さんにね、えー、序盤の進め方だったり、まあ、このゲームのね、えー、基本っていうのをお話ししていこうかなというふうに思います。はいまあ一応ね、今、左上見てほしいんですが、まあ、緑の、ね、ゲージが出てると思うんですけど、まあ、これがですね、まあ、キャラクターの HP ですね、はい。で、HP バーのですね、左下、はい、それが空腹ゲージになってます。 でこの空腹ゲージがね、減ったりすると、まあ、あのダメージとかをね、受けてしまうので、でまあ、とりあえず減らないようにしないといけないと。で、その右側がですね、まあ、健康ゲージですね。で、この健康ゲージね、どうやって回復させるのってね、わからない方が、まあ、結構ね、いるかもしれないんですよね、序盤の方は特に。はい。なんでね、一応説明していくんですが、とりあえず、この左下のですね、アイテム操作位置なんから、まあ、あの、弾だったりね、 えー、食料だったり、まあ、回復薬だったりを選ぶことができるんですが、まあのー、空腹ゲージっていうのはねこうやって、まあ、自分でね作った食べ物とか、まあ、拾ったね缶詰とかを食べれば、えーまあ、栄養がね、えー、十分に行き渡って回復するんですがでも健康ゲージっていうのがね、えー、こちらの抗体医薬品っていうのを、まあ、飲まないといけないんですよ。はい、でこの抗体医薬品ってどうやって取るのっていう話なんですけどこれはですね まあ、作らないといけないんですよね。この左下のつるはしマークをねタップしてもらうと、えー、この下の方にですね抗体医薬品ってあるんですが、これを作るにはね抗体干渉液っていうのが必要で、えー、これどうやってねゲットすればいいかっていうと、ゾンビをね、しばくと、まあ、確率でね、えー、落ちてくれるので、まあ、ゾンビをね、しばきましょうっていう話です。はいまあ、確実にね、落とすわけじゃなくて、まあ、布切れだったりね、えー、なんか変なアイテム、 まあ、落とす場合もあるんですが、薬莢とか、はいまああのー、3分の1ぐらいの、ね、確率ですかね、まあ、体感的にはそれぐらいで、まあ、落としてくれるんで、まあ、ゾンビをね、えー、しっかりしばいてあげて、でこの抗体をね、えー、クラフトしておくことによって、まあ、健康度っていうのは保てますから、まあ、皆さんね、えーまあ、健康度っていうのにも、まあ、注目しながら、えー、ぜひね、進めてほしいんですが、とりあえずゾンビは全員根絶やしにしてあげると。 で、このゾンビからね、今確率で、えー、アイテムが落ちたりするんですが、落とさないね、ゾンビもいるからね。まあ、これが非常に厄介です。はい。なんだこのクマのぬいぐるみは。じゃちょっとゾンビしばきましょうか。落としてくれないね、なかなか。アイテム落としてくれないんですが、あの、ね、やつ、びっくりした。ゾンビかと思った。めっちゃ早い。めっちゃ早足のゾンビかと思ったら、普通に人でした。まあ、布切れか。 何を落とすかはランダムですからね。まあ、運命なんですけど、まあ、普通にね、まあ、その辺にいるゾンビをやっていれば、そのうち落ちるんでね、まあ、そこを慌てなくてもいいかなと思うんですが、とりあえず、ちょっと落としてくれないかな。ね、もうとりあえず、乱射です。はい。もう、何も考えずに、腰こ、ちかましていく。はい、落としましたね、今。えー、こ,こ,これ、これ、これ。抗体干渉液。これをね、2つ集めると、 交代、まあ、作れますんでね、まあ、これでしっかりと、まあ、健康度っていうのも、まあ、皆さんね、意識してあげてください。左上にですね、まあ、数字が書いてあると思うんですが、今17って書いてますよね、これが自分のレベルです。はい、レベル上げをですね、まあ、行っていくことが、まあ、あの大事だと思うんですけど、じゃあどうやってね、レベルを上げるのと言われれば、こちらのですね、日程を押してもらって、この EXP って書いてあるじゃないですか、これが経験値なんで、 この経験値ミッションっていうのを、まあ、毎日やっていくことによって、まあ、レベルが上がっていくシステムになってます、はいで。今ね、左上の方に書いてるんだけど、現在のサーバーレベル上限っていうのがあって、24レベルって書いてるんですが、これ24レベルよりね、上に上がることはありませんので、まあ、今ね、一番サーバーで、まあ、レベルが高い人は24レベルってことです。はいまあ、僕はね、あと7レベル上げることができるっていう感じなんですけど、まあ、経験値をね、得る方法が、 この日程と、まあ、あとはねワールドチャットでちょっと見かけたんですがこのねガイドサバイバルガイドっていうのをあこれこれこれサバイバル冒険ガイドっていうのをクリアしていくと経験値が入るみたいなことを言ってる人がいたんですけどまあ僕がねえ見た感じまだ経験値がもらえる、まあ、報酬の。 チャプターがないので、まあ、進めていくと経験値がもらえるのかもしれない。はい、経験値の獲得方法としては、まあ、日程の、ね、ミッションをやるっていうことがまあメインになってくると思うんですが、まあ、あとはね、このサバイバル冒険ガイドで、まあ、もらえるらしいです。はい、で、まあ、ゲームの、ね、流れなんだけど、いろいろね、やれることはあると思うんですよ、このゲーム。何をまあ目的にすればいいのっていう話なんですが、まあ、とりあえずね、 え左上の、まあ、ミッションをね、まあ、進めていくっていうのと、まあ、あとは冒険ガイドですね、えー、こちらを進めるでさらには、まあ、マップの探索とかはい行ける場所がね、まあ、限られているので例えばこの第7変電所っていうのを、えー、まあアンロックしてあげるでアンロック条件っていうのはキャラクターレベル16っていうのとあとはミッションをクリアするってことですね、はいまあ、このように、まあ、場所を、えー、開放することによってその場所にねワープできるようになるので、まあ、皆さんね えー、その辺進めてみてみください、まあ、探索をするときにね、えーまあ、基本になってくるのが、まあ、このね、右上のマップなんですけど、この右上の、ね、マップ見ると、りんごマークだったり、肉マークだったりね、いろいろ出てると思うんですが、これって実はね、マップを押して、で、この一番下のね、えー、葉っぱマークを押すと、表示できるものっていうのがあの自分で選べるんですよ。木が欲しかったら、これを木をね、見える化したり、 まあ肉がね欲しかったら肉見える化したりい,てまあいらなかったらもう見えなくていいとかねいろいろやることによってこうやってほらマップがね変わってくるんで木の素材がねえどれか分かんないっていう人はねえこうやってマップにね表示するといいと思いますはいでこのままじゃね取れなくてじゃどうやってすればいいかっていうと普通に攻撃するだけはい銃をね打つマークを押せばこれ勝手に木ね伐採してくれますからお肉マークとかをね取るときは こうやって狩猟ボタンがね出てきたりってちょっとねめんどくさいんですよはい木とかね岩がまあ、あの、どうやって取るかわかんないって人はもうこの斧マークが出た時に1回タップすればねえもう取ってくれますんでこれ長押しする必要はありませんはいで、不思議な落とし物とかなんか出た時はもうこうやって拾ってあげましょうで、不思議な落とし物も拾ってあげてなんかめっちゃうまい、まあ、とりあえずこのゲームの基礎っていうのはまあ、このぐらいになるんじゃないかなとまあ、あとはチュートリアルとかでね まあ、説明してくれると思うんですけれども、でまあ、キャンプっていうのがね、えーまあ、このゲームにはありまして、まあ、ギルドみたいな、はいまあ、あの同じゲームをさ、えー、楽しむ仲間を集めるシステムがあるんですが、まあ、そこに入るとね、えー、またやれることがあって、まあ、毎日やることとかもあるので、またそれはね、別の動画にしていこうと思うんですけど、まあ、僕もね、えー、キャンプ、こんがり亭を作りましたので、ま,あ、まだね、えー、キャンプ決まってないよとかね、えー、入るキャンプがないよっていう人は、 ぜひとも申請してくださいあの。誰でもね、受け付けております。ということで、まあ、選択順にはなってしまうんですが、まあ、全然まだね、枠空いてるので、まあ、よろしければね、ぜひとも、まあ、こんがり亭の申請もよろしくお願いします。ということでね、本日はこの辺で終わりたいと思います。以上、こんがりでした。じゃあな、じじい。